今回はクリスマスローズの秋のお手入れについて話をしていきます。うわ、やばい、やばいのがいました。緊急事態。見てください。こんな感じで、今一番大切な、やらないといけない作業は、はい、皆さん、こんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。今日は11月の7日になります。ちょこっとだけ遅くなったんですけども、今回はクリスマスローズの秋のお手入れについて話をしていきます。クリスマスローズ、一番ね、苦手の暑い暑い夏、6月、7月、8月、9月と耐えて、やっと今からがクリスマスローズのゴールデンタイムになります。そんなクリスマスローズの今やっておかないといけない作業について話を今回はしていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただければクリスマスローズの秋のお手入れがバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はクリスマスローズのお話をしていきたいと思います。クリスマスローズはやはりですね、かなり人気の植物で、バラとかペチュニアとかビオラとかパンジーに並ぶぐらいとても人気があるお花、宿根草だと僕は思います。そんなね、クリスマスローズの秋のお手入れ、今がね本当にゴールデンタイムなので、今ねちゃんとお手入れしていかないと2月とか3月の花付きとか生育に影響してきますので、今のね現状の私の過酷なね寒冷者をかけずにビニールハウスの中の炎天下の中に置いていたクリスマスローズをまず見ながらですね、作業をしていきたいと思います。ではね、実際のクリスマスローズが、はい、こちら見てください。全部でね6品種去年買って植え付けをしているんですけども、こんな感じね、三好さんのこのメリクロンでできている、ね、ちょっとお高い苗だったりとか、あとは未生系のこういった苗とかをね買っていました。こんな感じね、藻とかがぎっしり生えています。ただ見てみると新芽もねこんな感じで少しですけども動き出しています。せっかくなので根っこの方も見てみましょう。ほんとね、炎天下の中に置いてたのでかなりねもう葉っぱもこんな感じで枯れ込んでしまって、かなり弱りきってはいるんですけど、実際どうなんでしょうね。よいしょ、あ、見てください、こんな感じで見えますか。ではね、結構茶色くなっているのでね、ちょっと分かりにくいかと思うんですけども、ぎっしりぎっしりまでいかないか張っていて、気温が下がってきて新芽が動き出しているのが見てわかるかと思います。クリスマスローズなんですけど、毎年鉢替えしなくてもいいので、今回はこの鉢でね、ちょっとねちっちゃいので一回りぐらい大きい鉢に植え替えてもいいんですけども、今回はこの鉢でね育てて花が上がってくるかもね、ちょっと見ていきたいと思います。もう一個ね、ちょっとこっちの方も見てみましょう。こっちはねかなり乾燥気味になっているので、一回枯らしちゃったかな、ちょっとねだいぶ乾燥気味になってますね。のこちらの方も見てください。こんな感じで見えますか、新しい根っこは動いてきています。はい、でね、こんな感じで今一番大切なやらないといけない作業は肥料を与えるということです。9月までだとまだ気温が暖かくて、なかなかね暑さに弱いクリスマスローズは新しい根をね張ろうとしても暑いので、まだちょっと早いかなという形で根っこを張りません。ただ10月に入ってきて、10月の中旬ぐらいからは気温も下がってきているので、徐々にね地域差はあるんですけども、さっき見た根っこのように新しい白い根がね、元気な根が動き出しています。このタイミングで肥料を与えてあげないと、これからね花をつけたりとか葉っぱを増やしたりとかする時の養分が足りなくなってしまいますので、絶対肥料を与えるようにしてください。夏の時期はね与えてもクリスマスローズ根を浮かせませんし、ほとんど休眠している状態になってますので、逆に肥料が逆効果で根を傷めたりとか株を傷めたりする可能性あるんですけども、今からの時期は肥料をねしっかり与える時期になりますので、
しっかり与えるっていうね言い方に語弊が出たらいけないんですけど、しっかり与えるからといってめちゃめちゃ大量にぶわっと与えてしまったら逆に今度は脳動障害でやられてしまいますので、しっかりね適量を与えてあげるようにしてあげるのがまず第一として大切になってきます。次に2つ目、これはねちょっと乾燥気味になっているんであれなんですけども、こういった完全に枯れている葉っぱとか枯れ込んでいるところはこういったのを残していると雨が降った時の病気の原因になったりしますので、こういった枯れ込んでいるところは切ってあげるのはとても大事になってきます。取り除いて葉っぱの掃除と、でこういった苔が生えている場合は表面の苔を取ってあげて新しい土を上にね足してあげるのはとても大事になってきます。で古い葉っぱなんですけども、まだ十分にねこちら光合成したりとかしますので全部取っちゃうとこれからねついてくる花芽とか葉っぱとか株に影響が出てきますので、部分的に枯れ込んでいるところを取るようにしてあげましょう。でこんな感じで、ね、完全に枯れているものとかはもうね根元から取ってあげるといいかと思います。ここまでね黄色くなっていたらねもう取ってあげてもいいのかなと思います。こんなに、ね、たくさん新しい葉っぱがありますので、その辺は全体の株のバランスを見ながら取る量も決めてあげるといいかと思います。まずね葉っぱを全部取っていきます。これとかね若干ちょっと一回枯らしかった可能性があるんですけども、よいしょ、クリスマスローズね思ったよりね強いですね。結構適当に管理してたのでちょっとね株自体はそこまでな部分はあるんですけども、わやばいやばいのがいました。緊急事態、見てください、見えますか、貝殻虫がこう見ます、この白いの貝殻虫がついてます。ちょっとねやだな、今からね成長するので貝殻虫がついてるとちょっと悪影響を出してきますので、貝殻虫ね少しの場合は取って除去しましょう。あとね、まあ、こんな感じで病害虫まだねいたりしますので、今回はね貝殻虫の流剤を追加で肥料と一緒に合わせて与えてあげようと思います。結構ね株の中心部とかに貝殻虫隠れたりしますので、中もよく見て注意して見てあげるのがいいかと思います。あとねこういった根っこが出てる部分はこの根っこのところまでね土をかけてあげるのがいいかと思います。そうすることでねより根っこが張りやすくなりますので、それにしてあげてください。はい、ある程度汚い葉っぱの除去が終わったので株元の苔を取っていきたいと思います。がっつり苔が入っているので、よいしょ、あと苔と一緒に草もね取るようにしてあげてください。今からね草は気温が下がるので生えにくくなるんですけども、一緒に取ってあげるとね春に草まみれになるのを防げますので、取ってあげるといいと思います。あとですね9月中旬ぐらいまではね本当であれば明るい日陰に置いてあげた方が良かったんですけども、僕みたいにね直射日光にずっと当てているとかなり弱っちゃいますので、それはやめてもらった方がいいんですけども、10月の中旬とか気温が下がってきたらですね、もう直射日光に例えば鉢で育てる場合はね移動して、10月の中旬とかねなってきて気温が下がってくると鉢とかで育てる場合だと直射日光が当たる場所にですね移動させてあげると根が動き出してますので、さらに成長が良くなりますので、そういう風に管理の場所を変えてあげるのも大事になってきます。ということでこんな感じで上のね汚い土を取ったので土を入れていきます。土を軽く上にマルチングするような感じで完成です。あとね最後に肥料と流剤をやりたいと思います。あと今回は鉢上げとか鉢替えはしないんですけども、鉢替えとかのねタイミングも今がベストシーズンです。11月の中旬ぐらいまでにねしてあげるとね気温まだ比較的あったかいので、鉢替え鉢上げした後も根っこがね動きやすいし活着しやすいので、なるべくね寒くなりすぎる前にね鉢上げをしてあげると本当はいいかもしれません。ただね買う時期が遅くなってどうしても、まあ、12月になっちゃったっていうねこともあるかと思いますんで、まあ、それでも別に問題はないですけど、ベターなのはそういったちょっと早い時期に鉢を変える場合はやってあげるとねいいんじゃないかなっていうところですね。これで土も入れたので最後に緩効性の肥料をパラパラとね
撒いておきたいと思います。まあ、観光性の肥料じゃなくてもね、液体肥料でもいいかと思いますけども、あ、でも本当だったら液体肥料の方がいいかな。液体肥料の方がすぐに活かされますので、もしかしたらいいかもしれないですね。まあ、僕はちょっと観光性肥料で今回は行きたいと思います。まあ、何でもいいです、肥料だったらって言っちゃったらあれですけど、まあそこまでね、こうだっていうね、決めつけちゃうと園芸ね、楽しくなくなっちゃうので、まあ自分なりでね、楽しめる範囲でね、工夫してあげたらいいかと思います。まあ、肥料を与えるか与えないか大事なので、あとはね、自分で肥料を与えるのも、液体肥料を与えるのと、じゃあこういった固形肥料の環境性のものを与えるのを1鉢ずつちょっと試験してみようとかね、そういったのもね、やってもらっても面白いかと思いますし、まあ、こんな感じでね、肥料を与えました、こんな感じで、ね、実験してもいいですし、決めつけてしまうとね、楽しくなくなっちゃいますので、ある程度適当にやってもらうのがいいのかなと僕は思います。はい、最後にね、ちょっと流剤をパラパラっと撒いていきます。本当はね、お薬なので手袋しないといけないんですけども、まあ、良い子は真似しないようにしてください。タラタラーっと、さっきね、貝殻虫がいたので流剤をちょっと撒いておきましょう。はい、これで今回ね、秋のクリスマスローズの作業が完成です。土のね、表面も形質に変えたのでね、結構ね、いい感じに、ちょっと肥料と流剤がね、白いので、なんかここは良くないんですけども、全体的に見たらね、良くなっているんじゃないかなと僕は思います。はい、ということで今回はクリスマスローズの秋の大切な花について動画を撮っていました。今から10月の中下旬から11月、今がですね、クリスマスローズとって一番環境がいいゴールデンタイムになりますので、この時期に鉢で育てられている方は直射日光の当たる場所に移動させてあげたりとか、肥料をね、必ず与えるようにしてあげると、この後の生育が格段と良くなりますので、もしよかったら参考にしてもらえたらとても嬉しいです。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいて、いいねと思われた方はぜひ高評価お願いします。ゆうきの園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まだで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。